では現在豊臣の中心となっているのは茶々様だというのか。そうみたい。祭り上げられちゃったんじゃない。わあ、あのお姫様、そういうの嫌がりそうなのにね。嫌だろうけど、ネネも三成も義継もいないんじゃ。徳川とはどうなっている。今すぐ戦って感じじゃありませんけど、いろいろ難癖はつけられてるみたいです。将軍にもなってもはや名実ともに徳川の天下だけど、豊臣は相変わらず別格だもんね。どうにかして潰しておかないと安心できないってのが家康の本音でしょ。遅かれ早かれ戦にはなるか。茶茶様はどのようにお考えか。それより雪村様はどう考えてんの。もし戦になったら。無論茶茶様をお守りするため馳せ参じる。兄上には申し訳ないが。だよね。正幸様はどうなさるでしょう。近頃お体の具合があまり良くないみたいですけど。戦う理由がある限り父上の神気が衰えることはあるまい。だが、ん、父上が戦い続けた理由、もしそれが失われていたら。なんでここに。真田正幸はいるか。暗殺に来たってこと。正面からなんて俺も舐められたもんだね。落ち着け。さような任ではない。だったら。久しいな、佐助。家康様、なんで。真田正幸殿にお目通り願いたい。取り継いでもらえようか。家康殿、これは一体。すまぬな、断りもせず押しかけて。構わぬよ。日がな書を読み畑を眺めるだけの毎日ゆえ。それは豊かな日々であろうな。いつでも変わってやってよいぞ。お主は全く変わらぬな。尾羽内からした姿を見たかったのであれば、ご期待に添えず申し訳ない。いや、よい。あの日のままのお主と一度話しておきたかったのだ。死んだ者を言い訳にするな。お主はわしにそう言ったな。あれほど答えた言葉はない。さようか。だが、いや、故にこそわしは足を止めるわけにはいかなんだ。幾千幾万の屍を踏み越え、
名を果たさねばならぬ大義がある。その重みに耐えかねて足を止めれば全てが無駄死にとなる。それだけは断じてさせぬ。故にわしはやり遂げるのだ。何としても。好きにすればよい。お前の覚悟にわしが口を出すいわれはない。同様に我ら真田の意地も変わることはない。わしらの大切なものを踏みつけにせんとすれば、わしとわしのせがれが何度でも相手になろう。父上。そのこと夢忘れるな。心しておこう。邪魔をしたな。わざわざのお運び恐れ入ります。父上、夜風はお体に触りまする。うん。父上が何のために戦ってこられたのか、ようやく分かったような気がいたします。売り言葉に買い言葉よ。真田を守る、それだけを考えておった。真田を、お前たちを。太平だの、もののふの意地だの、さようなものと引き換えにできるほど我が手にあるものは安くはない。父上。されど同時に思うのだ。なぜあの時勝頼様と共に死ぬことができなかったのかと。いや違うな。ただ生きろと言ってやればよかった。そのためにわしが力を尽くそうと。それゆえ関ヶ原では西軍に。真田を守る、その思いは信行が見事に引き継いでくれた。真田は盤石のものとなろう。はい。お前には何も残してやれなんだ。許せ。父上、何を仰せになる。徳川を倒すという大望を父上は残してくれたではありませんか。そうか。はい。